ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、野村鼓童作銭形平次捕物控えより、九百九十両九百九十両昭和12年1937年オール読み物、1956年銭形平次捕物全集第三巻。それでは本文をどうぞ。九百九十両九百九十両第一章。親分、なんだ八、腕が鳴るね。ガラッパチの八五郎は小鼻を膨らませて親分の銭形平次を仰ぎました。初夏の日をよけよけ、トグロを巻いた縁側からこれも所在なく灰吹きばかり叩いている平次に一角言い当てたつもりで声をかけたのでした。腕の鳴る面かよバカ野郎、近頃おしめりがねえから喉が鳴るんだろ。ちげえね。平手で額をピシャリ。この二三日スランプに陥っている平次からこの痛快なバカ野郎を食らわせられるのが、ラッパチにはたまらない嬉しさの様子です。ハチ、あれを聞くがいい。本日よ親分、誰か来たようだ。ほんだ面白い仕事かもしれねえよ。うちの前を行ったり来たりしているだろう。ヘローかヘルメーか、さっきから迷っている様子だ。女の足音だね。平次の言葉が終わらぬうちに格子が開いて、おしずが取り次ぎに出た様子。若い女の低いが弾み切った声が聞こえます。やがて通されたのは二十歳そこそこの愛くるしい娘。何やら悩みに打ちひしがれて部屋の隅に小さくうつむきました。色白の顔が少し痙攣して、豊かな肩が揺れると恐る恐る顔を上げて相対した江戸一番の御用聞き、銭形平次の顔をそっと見上げるのです。俺は平次だが、どんな様子で来なすった。思い切って打ち明けてみるがいい。平次はこの娘のうちから善良なものを感じました。親分さん、トトさんを助けてください。トトさんは首をくくって死ぬんだと言って、どうなだめても聞いてくれません。なるほど、そら底辺だろう。おめえのトトさんというのは何だい、家業は。平次は娘の興奮をそらさないように心持ち咳き込んで尋ねます。九天横丁神田佐久間町の田の市でございます。おお、高市か。すると姉さんはお浜さんかい。ところで、縁側からガラッパチが長い顎を出します。黙って引っ込んだろ、あやろ。平次の一括を食らって、ガラッパチは頭を叩かれたカタツムリのように引っ込みました。もっとも娘の名乗るのを聞いてガラッパチが乗り出したのも無理のないことだったのです。九天横丁のあの位置というのは、お灸と針の名人で神田中に響いた王人ですが、家業の傍ら氷の鐘を回し、吸い付いたら離れないからというので、タコイチとあだ名を取っているほどしたたか者だったのです。その娘のお浜の美しい話もガラッパチは聞き飽きるほど聞かされておりました。ポチャポチャして可愛らしくて、若い男の心をひしとつかまずには置かないという噂のお浜が、このものに怯えてガンピシのように震えている娘とは思いもよりません。そうおっしゃるのも無理はございません。トッサンは本当にお金を貯めるのに夢中だったんですから、その命がけで貯めたお金が990両、誰かに盗まれてしまいました。990両？銭形平次は驚きました。990両といえば千両にたった10両をかけただけ、聞いただけでちょっとドキリとさせる大金です。千両武元という言葉が今の千万長者と同じ響きを持った時代、十両から上の泥棒は首を切られた時代に、九天横丁の裏長屋で990両を貯める人間も貯める人間なら、それを盗むやつも盗むやつと思ったのでした。とっさんはあの金を取られては生きている張り合いもないから、助けると思って殺してくれと泣いたり暴れたり。お浜の目、
訴えるように平次を仰ぐ黒い目は夕立を浴びたようにさっと濡れてハラハラと拭いもあえず涙が膝にこぼれました。順序を立てて詳しく話すがいい。ずいぶん力になってやらねえもんでもねえ。平次は膝を進めました。お父さんはこの20年の間タコイチとか赤鬼とか世間様から随分なことを言われながら一心不乱にお金を貯めました。随分痛々しい取り立てもしたそうですが、その代わり私たち親子の身も詰められるだけは詰めたのです。爪に火を灯すと言いましょうか、三度のものも二度にして10年越し浴衣一枚買ったこともございません。お浜は一生懸命さの中にも顔をあからめました。着ている浴衣は別れた母親譲りの品らしく、20、30年前江戸で流行った洗いざらしの大時代物、赤い帯も芯がはみ出して繕いきれぬ浅ましい品だったのです。そんなに金を貯めて何をするつもりだったんだろう。平次のような宵越しの銭さえ持たない者にはカラス金まで貸して貯める人間の心理が分かりません。目くらの望みは兼業でございます。目が見えないばかりに観覧深くして育った。とっさんは人様にバカにされる悔しさが高じて一生のうちには石にかじりついても兼業の位に上り、今までバカにした人たちを目下に見てやろうと思い立ったのです。なるほどね。そのために連れ合いの私の母とも別れ、娘の私だけ引き取って、母がその日の暮らしにも困っているのを知りながら10年越し仕送りもしませんでした。20年間夢にもうつつにも口癖に言ったのは、俺はきっと兼業になる、どんなことをしても兼業になると。盲人の恐ろしい執念はお浜の口を通して平次の身にも迫ります。兼業の位になるには千両いるということだが、おめえのとっさんはその用意の金を取られたのかい。なるほど、反狂乱になるのも無理のねえこった。平次も次第に田之一親子の苦悩が分かってきました。第二章、盲人の保護は中古以来のことですが、徳川時代になってその制度を確立し、上は兼業総六から最下位の半内掛座頭に至るまで階級を73の小刻みに分けました。その毛管のことは詳しく書くと再現もありませんが、この物語に必要な程度だけほんの概略を抜くと、盲人の管とは歯科医16管73国と定められております。歯科医とは兼業、別当、高等、座頭、16管とは座頭に指導の階級があり、高等、別当、兼業それぞれ次第があって、都合16に分かれていることを言い、73国とは半打ち掛けから中領引きまで67国、正兼業から5国6領を経て職僧兼業まで都合73の階級のあることを言うのです。これらはすべて盲人保護の官位で、昔は人物技芸一世に秀でたものを任じたのですが、後足利時代から梅館の風が行われ、江戸時代には梅館料まで肯定されて1回1両から45両に及び、73国を合わせると都合719両、つまりは座頭の最下位から最高位の総バレまで進むには719両の金を必要としたことになったのです。さらに時代が下ると719両さえ納めれば一回の土毛が一夜にして兼業にもなれたというのですから、野心的な盲人たちが金を作って兼業の位を得ようとしたのも無理はありません。兼業になると世の損数を集めるばかりでなく、乾物換金の配当、名目金貸付の収益などおびただしい役得が付随したのでした。京都に登って宇賀家へお願いする日を指折り数えて、とっさんは一生懸命金を貯めました。今に見ろ、タコイチとか何とか言いやがって、この俺を虫けらのように思った。
長屋のやつらや俺に足腰を揉ませて大きな面をした町内の旦那氏を見返してやるからというのが口癖で、好きなものは食わず温かいものも着ず千両になるのを楽しみに働いて働いて働き抜いたのです。お浜は浅ましいことのように語り続けました。平次の無言の奨励がなかったら、こうまで親の恥を打ち明ける勇気もなかったでしょう。719両でたくさんなはずだが。兼業になるのは719両で済みますが、京都へ登る路用から兼業になった時、見苦しくない身なりや住まいもいります。とっさんはそんなこんなで千両貯めたら京都へ登るつもりで、そればかり楽しみにしておりましたが、千両へあと十両という時、魔が差したのでしょう。お浜の言葉も興奮が去るにつれて次第に寂しくめいります。それを取られたんだね。どこへ隠しておいたんだ。平次は話の無駄を刈り取るようにこう言葉を挟みました。太い竹筒へ入れて、とっさんの眠る三畳の置き床の隅にかけておきました。不用心なこったな。竹筒は置き床の柱のように見えました。誰もあんなものに千両近い小判が入っているとは思いもよりません。なるほど、そういったもんかもしれねえ。で、亡くなったのはいつだ。三日前の晩でございました。明日は貸した金が十両入るから、いよいよ千両の願いが叶ったと、とっさんは珍しくお酒を飲んで上機嫌で寝ましたが、その晩。待ってくれ、泥棒は確かにその晩平太にそうやるねえな。寝る時まで間違いもなく竹筒はあったんですから。それからどうした。順序を立てて話してくれ。平次は静かにキセルを取り上げました。酔った引き酔いで竹筒の柱を撫でて上機嫌で休みましたが、明くる朝になると雨戸は開いて、置き床の前の竹筒はなくなっていたのです。雨戸の閉まりがなかったのか。そんなものはございません。めくらの家へ入る泥棒もあるまいからと、とっさんは締まりもろくにさせなかったのです。竹筒がなくなったとわかると、とっさんは死ぬほどびっくりしましたが、お上へ届けてそんな大金を持っていたと知れるのが嫌だし、取られた金がめったに出た試しもないからと、私と二人で家の中を探しました。お届けをしねえというのは乱暴だな。平次はそう言いましたが、その頃の岡っ引き警察制度の欠陥を一盲人に指摘されたような気がして、何とはなしに小瓶を書きます。どこを探すあてもありません。半日考えた挙句、隣町の道村坊に頼みました。なんだ、あのエセ修験者か。でも他に頼る人もありません。道僧さんは早速やってきてごまを炊いて祈ってくれましたが、何の印もありません。大金がなくなったと聞いて、近所の衆もたたりを恐れて寄りつかず、仕方がありませんから暴れ狂うとっさんも、仲のいい佐野市さんとお祈りに来た道尊さんにお願いして、私はちょっと抜け出してきました。お浜は語り終わって吐息をつきました。何か娘心では背負いきれない大きな恥の塊を下ろして、ほっとしたような心持ちでしょう。そいつは気の毒だ。命がけで貯めた千両を取られちゃ死にたくもなるだろう。見つかるか見つからねえかわからねえが、とにかく行ってみるとしようか。平次は気さくに言って、タバコ入れを腰に立ち上がったのでした。